はい、どうも皆さんこんにちは、こんばんは、黒髪のスピニアンです。さあ、パート2やっていきましょう。震災で傾いたビルに囲まれた街。いや、前回はすごかったですね。え、誰の声？あ、いたいたいた。あ、そうで、前回女子高生たちを安全な場所ではないんだけど連れてきたんだけど、そう、ここになんか一人だけね、危ないところにいるので話しかけておきましょう。あら、何も反応ないですね。あ、俺ね、分かった、こっち行くと死ぬ。やばい、こっちもやばい、こっちもやばい、こっちもやばい気がする、こっちもやばい気がする。とりあえずちょっとコンビニなんか大変なことになってますね。ごめんなさい、店員がいないってこと？どうしよう。トイレは？誰かいますか？いますね。大変そうだな。よく頑張ってるなと励ました。下品だなと嫌悪感が込み上げてきた。あまり関心ないなと取り合わなかった。まあ、俺これかな。トイレットペーパーを持ってきたら、店員さんかな、これ。トイレットペーパーをさえ持ってくればなんとかなるのかもしれない。ちょっと入ってみよう。うわ、暗いな。あ、なんか誰かいない？お、人が倒れてる。水か。あるかな。とりあえずここに倒れてる人が水を欲しがってるのと、トイレットペーパーを欲しがってる人がトイレに。そこに入ってる水じゃダメなの？でもダメか、買わないとダメだよな。すいませんね、今探していきますから。てか俺関係ないけどね。あ、いるよ、店の人。ああ、尋ねよう。開きましょうか。じゃあ、違うアイテムで装備する、これでいいのかな。じゃあこれでやりますか。じゃあちょっと対応しましょう、代わりに。医者の人間ではありません。値札の通りに。こんな時だ、ただでいいですよ。いや、ここは普通の通りにやっていきましょうか。いや、これはもうレジに入れるでしょ。はい、まあレジに入れておきましょう。いや、自分のものにすると後で大変なことになりかねませんから、ちゃんとレジに入れておこう。ああ、レジに入れますよ、それはもちろん。投げつけるのは良くないよね、どんな状況でも。あの野郎、喧嘩だったら表出ろと思うし。じゃあこれでトイレットペーパーの場所を教えてくれるはずなんで、じゃあ聞きますか。ああ、バックルームの奥の棚に本棚が。あ、これ何？あ、容量多くなってるじゃん。これ入れ替えよう。誰も使ってなさそうだったし、この状況だし。っていうか、多分だけど、主人公専用アイテムですな、あれ。めたい発言して。やばい。ちょっと待って、やばくない？大丈夫だった？なんか倒れてきてない？お、すげえな、倒れてきてない。
と、ドア開けますか。ドア開けますかっていうのはもう実況でも何でもなかったんだけど、それで言っちゃった。トイレットペーパー持ってきましたよ。まあ分かりました。はい、どうぞどうぞ。よかったですね、トイレットペーパーって。すっげえ悪そうな顔してる。うわ、触んなよ気安く。いや俺こう思うな。俺こう思っちゃうな。だって知らない人に触られるのって。あ、ごめん思いっきり飛ばしちゃったね。で、殴られた。もう上等だよ、やってやろうじゃねえか。この野郎トイレ使えるのかな。トイレ使える。全く催してないから別にいいんじゃないかな。というか、あいつすげえ態度でかいな。ああいうやつあんま好きじゃない。まあ、別に表には出さないですけど、のんきだな。そんなこと言ってる場合じゃねえ。早く逃げろ。は？ちょっと待て、高すぎるだろ。なんや、誰だそいつは。そうです、アルバイトらしい。ちげえよ春菜銀次。まあ春菜の部分は合ってる。まあ感じ違うけど。違います、ジェラルド・マッケランチュこれやりてえな。よし、これにしよう。マジで信用すんのかよ。ふざけんの好きだわ俺。これ見てえな。何言ってる。僕がここの店長だと言い張る。いや僕はここの店長ありません。なんか自信起きなかった今。嘘つけ。はぁ、あ、なんやこいつ。喧嘩すんだったら表出ろ。上等だ、やってやろうじゃねえか。高すぎねえか。ぼったくりだ。今3万円持ってんの。え、水が3000円。いやー買えねえ、買えねえよ。こいつ絶対ここの店の人じゃねえだろ。ちょっと探しようよ店の人。まあそうだね、あっち死ぬよな。なんとなく あ行けると思って行ったら死ぬんだよ。あ、これ違う、地震の音じゃなくて火の音。え、大丈夫大丈夫。あ、なんか入ったストーリー。大丈夫ですか。いや、この状況じゃ救急車も来れないだろう。まずいな。いやもう素直に大変そう。頑張って生き延びてくれ。まあそうだ、これも確かに思うな。いやーここあれ無理だろうなと思い胸が痛んだ。まあそうだな、これは言えねえ。もうこう思うしかないよね。いやー来れねえだろ救急車。もうすぐ来ると思います、と頑張ってあげます。いやー、
嘘でも励ましておくしかないか、これは。その気持ちだけでも頑張って。うわー、でもこの状況じゃ救急車は来れない。どうしよう、この状況じゃ救急車なんて来れるわけないよな。大変だな、大変だな、みんな。あの子大丈夫なのか。そういえば先生はどこ行ったんだ。先生どこ行っちゃったんだろう。おっと、うわぁ待って、やばいやばい。でも、ああいう、なんか主要人物がいるとこ安全。なんかパンツ覗きそうになったけど違う、そういう意味じゃない。マジかよ。やっぱりこっちダメだったよね。それにしても。あ、先生いた。先生、あの子危ないっすよ。見たいですね。てか今現在起きましたよ。お前らビビってただろさっき。てかそっちだったっけ。まあそうだね。それ先生だって帰りてえだろうよ。なんとかできたらしてるでしょ。なんとかできるわけねえだろ先生に。お前ふざけんなよいい加減にしろよ本当に。そうだな。いやだから水出ねえっつってんだろ。話聞け。そうだよ、そうだそうだ、先生の言う通りだ。そうだね。いや、あのね、中央にいた方が。まあ、この人、いろいろとすごい人だからな。それは、それです。怖えな。そのシリーズは見たことあるけど、やったことはないんですよ。まあでもそんな気持ちは分かんなくもないけど、いつ誰がそうなるか分かんないんだから。あそこ一番危ねえと思うけど俺。あんなとこいたら大変なことになっちゃうんじゃん。え、何もしなくていい。ちょっとさ、水届けなきゃいけないんだけど、買った方がいいのかな。買うしかないの。まあしょうがねえ。やる買うしか選択肢ないんだ。いいよ、命には変えられない。よし、あげよう。おお、無事でよかったぜ。おお、すげえ、あざ殴られたのか。てかこの人さっき逃げてた人じゃなかったっけ。さっきってか前回。いやでもなんかあっちの人はあっちの人で悪い人じゃなさそうなんだよな。見える感じで。確かに。およよ、さっき共鳴の男に追われてるの助けてやった。助けてねえだろ確か。誰だっけ、忘れるの早いな。確かさっき共鳴の男の後ろを駆け抜けてった。あ、まあこれかな。ここは表って読むのか。俺漢字読めないですよ。そうだよ。いや知らない。さあどうでしょう。見かけませんでした。これが正直。あの男なら見当違いの方向を探すように仕向けてやってないよな。まあこれかな。
かわからないけど、俺はどっちも信用してないけどな。いや、殴りかかられるって何かの理由がなかったら無理なんじゃない？いや、そんなこと聞いてどうすんだけど、わかんないけど、とりあえず逃げるよ俺。自宅に帰ろうと、町の様子を守りと別の町にある自宅に、まあこれかな。一刻も早く脱出したいけど、まあそんなに急がば回れってやつですよ。ここら辺にいる人全員が災難だよな。そんなこと言っちゃうけど、なんでそんなこと知ってるの？それはどこ情報っすか？ラジオでも聞いてないけど。まあそのだったら、あけぼのちゃん可愛いよな。そのそろそういう意味じゃない。クソ提督。うん。なんで俺がやんなきゃいけないの？え、なんで俺なの？巻き込まないでもらいたいんだけど、できる限り。銃なんか入ってねえだろうな、それなら。なんかそういう時のやつってなんか犯罪くせえ。俺なんか嫌な顔してきた。こいつ犯罪をしようとしてるんじゃん。どさくさに紛れて。俺なんかそんな匂いがするぜ。なんかあいつ悪いやつな感じがしてきた。俺の鼻がよける。何言ってんだ。あ、ごめん、買っちゃった。あんのかよ。は？何かの間違いではないですか？いつでも。はあ、よし、表に出ろ。こいつ殴りて。店長、本物の店長だったか。はあ、手伝いだと。何が4万円だ。おい、どこへ行く？話は終わってねえぞ。待て。あいつ覚えてろよ。次会ったらボコボコにしてやるぜ。チキショ。いやー、助かりました。え？いいんすか？優しいわ、店長。よかったね、お姉さん。無事に脱出してね。いや、よかったですね。何よりです。当然のことをしたまでですから。何ですか、これ。うわ、これは重要です。ありがとうございます。てか、それ使わなくていいですか、自分で。
いや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 。ああ、そうだ。そういえば、ずっと着たままだった。とりあえず回復っぽいんで、一個ずつ買っておきましょうかね。あ、一個ずつ、まあ一個ずつでいいか。そんなにあれだから。あ、いえいえいえ、別になんてことは。あ、一緒なんだ。いやいや、これそれだけ売ってるだけで十分だと思いますけど。やばい。ちょっと待って。ちょっと待って。コントロールさん連打したんだけどさ、反応なかった。反応がなかったんだけど。反応なかったんですけど。あ、いや、セーブしに行こうかなと思ってたんだけど今。また最初から。あれ。あ、こっからか。分かったところだね。よし、この人の近くに。やばい、逃げろ。まだ逃げろ。無事でよかったです。さっきの人いってーいってー、こけた。し、回復回復。腹が減っては生き延びれぬられぬ。そうだよね。あ、さっきの子、あ、避難してる。よかったよかった。いや、俺死んじゃった。またいや待てよ、もうさっきの、いや逃げようとは必死にあがいてはいたんだけどさ。セーブしよう。いいことした後に死ぬとなかなか屈辱よね。どうしよう、どうやって逃げようか。先生大丈夫ですか。彼女にもいろいろあって大変なんだろうなと思った。けなげで可愛い人だ。まあそうだね。正直言って僕ら、いや好みかって言われる、タイプかって言われるとちょっと違うんですよ。見ていると、もういやそれはない。生徒に嫌われてるんだろうか。まあなんかそんな心配しちゃうよね。彼女の今後の展開に期待できそうだ。この状況で何を言ってるんだ。彼女のこともこの選択肢にも興味はないと思った。別にそれはない。まあこれかな。頑張ってほしいな、先生に。生徒たちを守ってくれ。それともう意味ないと思うよ、乗ってても。いや、どうしよう。あ、登った。あ、じゃあここルートなのかな。したくねえな。ちょっと待って、どっから声がするんだろうか分かんねえ。上の階かな。あ、遠ざかっちゃった声が。ここじゃなさそう。やべえ、早く助けてあげないと。誰かいるに違いねえ。違います、違いますね。もう一個上っぽいですね。あー、ちげえ。一個下か。じゃあ、いいの、ここで。飛び降りなかった。どっから行くんだろう。なんかここから出られそう。あ、でも出られないや。どこだろう。ここかな。わかんない。どうしよう。早く助けてあげたいんだけど。
助けなきゃいけないじゃん。そしたらじゃあやっぱり半壊だな、これ。はい、いますよ。助けてあげたいんだよ。どっから助けに行けばいいのかわかんねえな。ちょっと待って、視点がね、見づらいんだよね。龍が如くと違うんだ。ちょっとなんか奥の方だよね。どうやって奥の方に行けるの？ここに行くわけでもあるので、どうしよう。どうしよう。どうしましょう。下にいるわけでもなさそうです。どこから行けるんだ？あ、いるわ。なんだ、ここか。はいはいはい、来ましたよ。無事ですか？いや、たまたまなんだけど、まだ線来ましたよ。それは大変。他の人は？生存者はいないのか？あ、そうなんだ。取り残されたってこと？ひどいな、それはそれで。でもまあそんなもんか。ああ、なるほど。いや、まあとりあえずここは危険だ。早く逃げよう。ああ、最優先だ。最優先だね。大丈夫？歩ける？ならいいんだけど。早く出よう。一刻も早くここから出ましょう。いや、嫌な予感がする。おお、おお。何が起きた？何が起きたのかよくわかんねえ。崩れてきたのか。あそこから出られそうかな。ちょっと待って、あんまり時間がない。あー、出られないか。じゃあちょっと戻ろう。あー、いた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 。よかった、無事で。大丈夫？頭やられてない？ヘッドショット食らってない？俺は危なかったよ。出られそうなのはあそこ。もしかられそう。てかここしゃがまなくてもいけるんじゃん。マジか。無事ってか、ここも危ない。早く逃げよう。どっかから逃げる方法は。ダメだ、ここ死ぬ。間違いない。あ、ここもダメなんだ。なんか入れるとこないかな、この建物に。あ、入れそう。入って大丈夫なのかな。まあでもそんなこと言ってる場合じゃないか。あ、さらに下行けそう。うわ、竹。今どうやってきた？
全然進まねえだけか。よいしょ。よし、こっから出られそう。出よう。一刻も早く。いや、とりあえず次進んじゃおう。今回。多分 S あるでしょ。S あるでしょ。急にドガーンだか言うからなんだと思ったら、よいしょ、大丈夫かな。手貸そうかな。 手貸した方がいいんじゃない。もうとりあえずここも危険ですから。いや、そんな確証はない。まあいいや、一旦休んでていいよ。大丈夫か。俺も疲れちゃった。2回死んだからね。うん、いっぱいありそうだね、選択肢。よっぽど疲れてんだな、けだけだな、かわいいな、大げさなやつだ。いや、大げさじゃないでしょ。どんくそそうで足元になるタイプのやつ、タイプだな。ひって、こんなとこで寝るんだって非常識なやつだな。こんな時だもん。よっぽど疲れてるんだよ。そりゃそうだ、トイレに閉じ込められて悪戦苦闘したんだから。大丈夫か。黒髪のスピナンです。肩の力を抜いて気取った感じで少し影のある雰囲気で名乗る。魅力的なオーラを増して普通に喋れ。普通に喋れ。そこ音声はないんで、まあしょうがないんだけど。 ありがとうございます。え、大丈夫。わー、分かりました。気をつけて。また会えるといいね。試食決まるといいね。お互い試食決まるように頑張ろう。こっちだろ。何かここも危険そうだから歩けるときに歩いて移動した方がいいかもしれないね、あの人。じゃあね、また会えたら。またなんか会えそうな気がするけど。ほら、エースあった。というわけで今回はね、ここまでです。ご視聴ありがとうございました。また見てください。